広い。エレベーターが綺麗、すごい。5日目、6日目、7日目と、それに、いわき湯本温泉泉屋さんに、ずーっと泊まりがけで動画編集をしておりまして、ちょっと一段落ついたんで、いわき市の方に行ってみたいと思います。なんかね、近所で美味しい海鮮屋さんで、海港っていうところがあるらしい。海港さんは残念ながら、17時からしか開いてないっていうことやから、まず一旦いわき市の方へ行って、なんか見どころがあるかっていうのをざっと見ていきたいと思います。通りがかる中学生が全員挨拶をしてくる。やっぱり田舎ならではって感じなんかな。知らない人に挨拶をしてはいけないよって都会では教わるからね。そう思うとやっぱり田舎はまだそういうのが残ってるんやね。じゃあ行きましょう。いわきはね、ちょうどいいな、いろいろ。道が綺麗で発展してはいないんやけど、田舎的な良さを感じる。道が綺麗、観光名所もちょこちょこ点在してて、みんな結構方言がきついのがいいね。いわきの人って感じの喋り方するか。あー、イオン見えてきた。超綺麗。イオンなんか最近できたらしいね。イオンは強いな。やっぱ方言はええですわ。もうね、標準語しか聞かないし、俺ももう完全に標準語になってしまってるから。なんでみんな標準語になるんやろうな。東京行くと方言がダサいダサいみたいな思ってるんやろうね。そんなことないっちゃよって言えばいいのにね。でも確かにね、関西弁はね、ダウンタウンのおかげで市民権を得たっていうところではある。俺はちょっともうね、関西弁も喋らなくなってしまったけど、でもやっぱテレビで見るから関西弁は、だから大阪人は関西弁 OK みたいな感じになってるんやろうね。でもそれ以外の方言の人はね、だいたい方言封印する傾向にあるな、東京やと。残念やね。すんごい道が綺麗。モナハマいる？この広さ最高に走りやすいな。これが水族館か。アクアマリン福島っぽいな。ちょっとめっちゃ人歩いてないな。大丈夫かな、このイオン。木曜やからね。あとちょっと寒いですね。あれあれ、 60m の展望台、あれに乗ろうとしてます。太平洋を拝む。あの和歌山県の和歌浦市に似てるな。海沿いってどこもそんな感じや。天気がええわ。トンビいっぱい飛んでる。すごい綺麗やな、小名浜は。金あるな、この町。あ、どうしよう、こっちにしよっか。ちょっとここで一回。すっげえ綺麗やな、全体的に。小名浜すげえな、優雅な町や。これ有料っぽいな。これタダで登れたらめっちゃ金あるで、小名浜。誰もおらんのにこんなに綺麗。感動的やな。鳥しかおらん。17時前か。入場券売場閉まってる。本日の受付は終了いたしました。夕方だな。誰もいねえ。誰もいねえな。誰もいねえわ。はい、じゃあ小名浜公園を後にします。まあ小名浜マリンタワー的なのに入れなかったのはもういつもながらって感じやから別にいいんやけど、これからね、ちょっとイオンへ行きたいと思います。ちょっとね、足りないものを買い出したいなと思って。日本の旅行はあれやね、やっぱ買って知ったるっていうのが最高よね。チェーン店のいいところってそこや。なんで食事はまあ海港っていうところを勧めてもらったからそこでするとして、まずはイオンへ行きたいと思います。小名浜はね、時間の流れがすごく遅いね。思ってるよりいいところやった。あ、なんかここに神社あるな。ちょっと見てみるか。しょうがないな、ぼーっとしとんな。こんな一日多くていいんか。トンビ飛んでるわ。俺のさ、貴重な32歳のさ、5月30日という日が無駄に過ぎ去ろうとしてるっていう考え自体がもう癒しいのかもしれないね。チャイチーナ神社、すげえ急や。あー、しんどい。誤った判断だったかもしれない。はい、なんでもなかったな。イオン行こう。
ご自由にお使いくださいの足湯。それじゃあ今から泉屋の人がおすすめしてくれた海光さんへ行きたいと思います。海鮮がすごく美味しいらしい。ただちょっと値段が高いって言ってたから、どれぐらいの値段になるのかっていうのは不安ではあるけど、ああ本当にね、いわきはね綺麗やね、街全体が。ちょっと疲れた心を癒しに来るのにはいいのかな。ホテル代が安いっていうのもいいよね。4400円で2部屋のところに1泊できる。アパホテルじゃ考えられない値段やから。ね、ちょっと俺はビビってる今。いい店感が漂ってる。入れるかな、大丈夫かな。とりあえずちょっと入ってみたいと思います。値段がどこにも載っていない。海鮮って言うとやっぱこれになるんですか？え？海鮮的な刺身的なのになるとやっぱりこれになるんですか？そうですね、海鮮刺身になっちゃうんですよね。ごめんなさい、ね、じゃあそれでお願いします。いいですか？はい、はい、あとお茶でよろしいですか？はい、はい、海光刺身定一つね。はい、はい、わかりました。お願いします。海光刺身定食すごい、すんごい。もうね、しばらく海鮮はいらんなって思えるぐらいの量やったわ。あのね、渋谷のみとりっていうお寿司屋さん、まあ、正確には梅ヶ丘が本店なんやけど、むちゃむちゃ新鮮な。で、新鮮な刺身ってさ、食べてると後半なんかもう違いがわからへん。全部同じ味に感じる。プリプリした塩味の。むっちゃうまかったんけど、後半もいらんかったな。だからしっかり高いけど、お値段以上な感じではあった。だから店内で待たされてる人もおったからラッキーやったね。一瞬で入れたのは。ちょっとこれから、泉屋に戻って、動画編集や。